今日ありがとうございます。いやいや、どうぞ。その前、福地優と今カメラマンが福地優とやってもらってるんですけど、はいはい、のチャンネルで、で僕いつも撮ってるだけで終わるんですけど、僕トレーナーやらせていただいてて、はい、で、はい、治療とトレーニングを選手に教えることがあるんですけど、はい、それが格闘家と、はい、まあ、サッカー選手なんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんですけど、はい、あまりにも力の伝え方がズバすぎてめっちゃ分かったよね。やばいっす。あんだけそのダメージを人に与えられる。いろいろそう。まだ残ってるもん、俺も。残ってる。ここめっちゃ痛い、めっちゃ痛いですよ、本当に。いや、本当ですか。ありがとうございます。で、フィジカルコンタクトって絶対どのスポーツでもあると思うんですけど、はい、基本的に僕って地面からの力を伝えましょうって教えるんですけど。ああ、なるほど。はい。なんですけど、はい、でも使えない時もあるじゃないですか。はい。が、むちゃくちゃ使えるなって思ったんですよ。ああ、なるほど。で、はい、さっき腹筋をしてたりとか、片手でやってたりとか、はい、っていう力の伝え方ってどこからやってるのかな。なるほどね。っていうのをちょっと知りたいなと思って、はい、なのでちょっと取らせていただきたいなと思って、はい、あ、もうぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。いくら払ってくれるんですか。え、いくら払ってくれるんですか。お前は何だよ。マネージャーです。マネージャーでしょ。はい、すいません、今日ボタンのちょっとヒントかぶらせていただいてます。すいません。まあ、いらっしゃい。不安定な姿勢でも相手に力を伝える時って何を考えて、はい、とかどこから力を発してるんですか。さっきのこの片足でもバチッて殴れてるじゃないですか。はい、で、どういう感覚で相手に力を伝えるの。うちもそこで泳ぐと。はい、本家さん、お願いします。お願いします。本当すみません、今日多分むちゃくちゃ殴られてるのよ。一番の殴られ屋かもしれないね。で、じゃあ足から力を伝えないパターン。パターン。はい、それは単純に、まあ、うちの当て身で言ったら、やっぱり重力を使うと。で、重力は上から下にかかってるじゃないですか。はい、で足の効力を下から上に伝えるとしても、はい、まあ、こういうふうに、まあ、力が抜けてくるんですよ。はいはい、でそれをいかにその、骨のつながりだとか体の身体操作によって、はい、横にその力を逃がさずにこう伝えるっていうのが多分下からこう横に伝えるんですね。はい、でそういう逆にしてるだけなんですよ。うん、落ちてくる重力をそのまま逃がさずに、はい、横にただ伝える。ただ違いは自分の筋力で、例えば上に今蹴り上げた効力を逃がさずに横に伝えるとか、もともとの重力をそのまま自分の体重とプラスさせて使うのかとか、筋力の使い、まあ、筋力の使い方が違うので、理屈的にはこちらの方が、まあ、省エネ。はいはいはい、ですから簡単に言うと重力を伝えるとこういう感じで、まあ、下から上げるとよく出てきます。こうなって上から伝わる場合は落ちてくるのを、こう落ちてくるのが横に伝わるだけなんで、下から上げる場合は逆なんで、ああ抜き方が変わりますね。そうです、そうです。でどちらかっていうと上、下から上に伝えるよりも、下から横に伝えるよりも上から横に伝えた方がもちろん力抜くだけなんで楽にできる。全然ちこっちに抜けるのと下に抜けていくのと。そうです、そうです、そうです。これを肘でもできるんですか。これでもできるんですか。この状態でできると思います。ちょっとこの状態で受けたらサッカーでこれ結構ですよ。ああ、そうなんですか。この状態でこれは、はい、じゃあこうくっついてるのをして、はい、下に落ちるのと横のポジションなんで、え、じゃあ僕は、はい、これいいですか。はい、担当しました。こうなってるのが、おお、すごい。これめちゃくちゃ使える。すごいです。いつも、はい、どちらかというと僕こっちからの で、はい、で背中力入れてこれで飛ばして、はいはい、で教えてるんですけど、はい、あ、もう一回ですか。落としてもらって、はい、これを、はい、まあ、例えば耐えていいですか。はい、耐えていいです。じゃあこれを押すとしたら、はい、こう押すと横の力じゃないですか。はいはい、下の重力も落ちるのを使って一緒に、はい、全然無理です。ちょっと耐えてみて。いいですか、うん、フィジカルコンタクトして。クリスチアーノ・ロナウドバリの刈り上げですか。クリスチアーノ・ロナウドバリの刈り上げだけどね。わかりました、うん。あ、じゃあ、顔ちょっとごめんなさい。顔ちゃんちょっとさ、いやマジで、いやしかもさ、先生に見えない時やっといてくれ、マジで、今のは。僕真面目なんだ。分かったよ。じゃあ今、触ったところからこう横に行きましたけど、はい、ちょっとこうやって耐えたりしてみましょう。はい、これも重心、うち、まあその時は5対5の真ん中重心を置いておいて、はい、で、こっち側に振るじゃないですか。はい、で、こう当たる時に下に落とす。はい、
それでも多分違うんですよ。これこうしてこんな感じなんですか、はいはい、でこれを落とすんですよ。うおえ、耐えようとした？マジで耐えようとした。ちょっと本気で耐えていいですか？じゃ本気で耐えてよ、はい、顔だからめちゃくちゃうざいな本当に顔がそう、まあこういう子ですよね、はい、こうで当たる瞬間に下げる。うお無理よね、準備しても。すごいな。しかもこれ走ってる時からでしょ。でも走ってるからこそ この時に落とせばいいと思うんですよね。そうです、そうです。はあ、なるほど。当たって、まあ、力が向こうの方向に走ってるじゃないですか、はい、で力を抜くことによって、はい、重力が下がってるじゃないですか、はい、スピードと重力が掛け算で、はい、今その相手にこう、はい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 、結構衝撃があったと。これめっちゃいい。これはちゃんとあの担当してる J リーガーに落とし込まないといけないんじゃないですか。そうだ、難しいね。まずでも自分ができるようにならない。ああでも やればすぐできるようになると思います。原稿ちょっといいですか。はい、落とした時に横に当てるんですか。そうです。落とした、横に当てるのと落とすの同時です。つまりこれと、はい、これを。そうそうです、そうです、そうです。あ、ね、まあ、この物体が、こっちに移動するようなイメージなんですよ。そのままこういうことですか。そうです、そうです。で、それが当てようと思うと、まあ、ここで当てようと思うとこれが先に出ちゃいますし、はいはい、こっちで当てようと思うとこっち側にも出ちゃうじゃないですか。はい、そうじゃなくて真横に出た感じなんですよ。そうすると、分かりやすいんですけど、ここの物体がここにいたら普通に移動するだけで多分結構衝撃が出ます。要はこう押さなくてもこの方がここに移動するだけで、つまりこうでもこうでもなく、この形のまま出ると姿勢、まあ、4大原則テーブルの姿勢が保たれてるんでかなりの衝撃があると。やってみます。じゃあ痛いですか。いいです。これ先に出しますよ、じゃあ、はい、とりあえず、はい、これでこう押すと。ああ、でも十分強いな全然十分強いで、腰からいきます。はい、の場合はこう。ああ、これが一番抜けるっすね。はい、はい、で、それを何もせずにこのままこう、はい、いきますね。お、やばっ。力入れてないですよね。入れてないです。どんな感じですか、もやし先輩。もやし的には、はい、もやし的には何をしてんだよ、はい、いやそのまま俺も動かされちゃう感じ。肩から入っても、はい、こっちから入っても、はい、足が最後に残るんですよ、はい、耐えれるみたいな、うん、でもこのまま来ると全部一緒にこういっちゃう感じ。ちょっと受けて、はい、クリスチャン・ロナウド僕は耐えますよじゃあちょっとこうしようか、はい、これ一応理屈的には、はい、ケーブル流では四肢を別々にこう動かさないんですよ、はい、体と一緒に動かすわけですよ、はい、例えば、ちょっとついてもらえますか。これを例えば避けようとするじゃないですか、はい、そしたらこっちから手をこう避けるってやると遅いんです。挙動が一挙動を二挙動になる、はい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 、これをここに置いといてこうした方が早いわけですよ。はい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 、で力も伝わりやすいですよ、はい、なのでこの状態でこう押すとたわみができます、うん、はい、はい、じゃあこの分自分の体こっち側にこういう風なんですか。はい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 、押すんです。いやすごくないマジでいやでもこれはサッカーやったらファールだけど、でも横にガチンってぶつかったらノーファール、うん、いやめっちゃすごいこれ。それはファール、ノーファール、ノーファール、これ振り子突きでやるっていうんですから。へえー、そんなにあとこれ、まあ、こう体でこう叩くっていうのもあるんですけど、じゃなくて、体当たりに近いですよ。このままこうやって、うわ、それを急所に入れると別にこう力でも振ってるわけではないので、このまま体重がここに乗ったので、なるほど、その伝える場所が要はもう肩の中かっていうだけですよね。そうですよ、肘打ちとかもそうですよね。こうやって、まあ、さっき鎧、はい、同士で思ったと思います。どうだ、別にこれでも痛いですよ。いや、おっと、いっと見てる、このサッカーやってる方やっちゃダメだよ、絶対。これレッドカードだからそうですね。いや、でもすごい、ジダンの頭突きより強いですよ本当にそれと同じで、別にそれはただこうしてるだけなんで、骨を揃えて、こうしてる。もう当たる時も骨を揃えるっていう意味ですね。そうです、そうです。あとは重力を使う。